はい。さて今回は2021年に向けてという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、レッスン動画ではなくて、一言お礼を言いたくて、この動画を撮っております。2020年ですね、いろいろと大変な年でしたけれども、僕のですね、YouTube チャンネルは、今のですね、2020年の12月31日の時点で3165人になっております。これはもう感謝しかないです。ありがとうございます。今年のですね、2月ぐらいから、いわゆるコロナ禍でですね、僕らミュージシャンの活動がですね、すごく大きく制限されるようになりました。実際ですね、レッスン活動の方がですね、3月、4月、5月と丸々3ヶ月、中断することになったりとかですね、ライブもですね、ぐっと本数が、減りました。減ったのは寂しいことではあるんですけれども、今無理してですね、それライブの機会を作っても、それはですね、皆さんにもご負担かけることになりますので、今はですね、いろいろと、じっと耐え忍ぶ時期かなと、思っておりますし、音楽業界自体はですね、まずですね、何をおいてもサバイバルしないといけない時期かなと、思って、おります。それですね、このチャンネルはですね、2019年の4月に作りまして、で、がっつりこういったレッスン動画とかですね、頻繁に配信するようになったのは、2019年の11月ぐらいからなんですけれども、そこからですね、ぐぐぐっと、登録者数の方がおかげさまで伸びまして、まだまだなんですけれども、一応3150人、60人ぐらいに成長することができました。これもですね、ひとえに登録していただいてる、普段から見ていただいてる視聴者の皆様のおかげですので、本当にありがとうございます。音楽業界の方はですね、本当に厳しい状況が続いてまして、僕らのですね、演奏場所であるライブハウスですね、ジャズクラブとかライブハウスとかそういうとこがですね、僕の知ってる範囲で、10件ぐらい潰れてます。とんでもないことです。ジャズのお店って、潰れたり増えたり、減ったり増えたり、していくんですけど、それにしても、すごいことになってますね。で、あとは、ミュージシャン仲間でもですね、その音楽以外の仕事を始めるという方が結構多かったように思います。で、僕はですね、コロナ禍の前からですね、いろんな、コーチングとかですね、自分的にですね、興味が湧いたので、勉強してですね、プロコーチとして活動したりとか、いろんなことやってるわけですけれども、そういうことではなくて、コロナの影響で、その音楽の仕事が減ってしまってですね、その副業というかバイトをね、余儀なくされてる人がすごく、増えましたね。それはですね、残念なことだと思いますけれども、ミュージシャンというのはですね、このコロナの前からですね、もともと、厳しい職業です。本当に半端なく厳しい職業なんですけれども、その中でですね、知恵を絞って、本当にサバイバルしていくというのが大事だし、そうやってサバイバルしていくぞという、思いからですね、いろんなアイデアも湧いたりして、それがですね、新しい音楽を生み出すですね、原動力にもなったりしているのが実際かなと思います。古くはですね、モーツァルトもですね、食っていくために曲を書いてたとかいう話もありますけれども、そんなことはさておきですね、とにかく、登録していただいて、ありがとうございます。僕はですね、この YouTube を、始めたことで新しいコミュニティができつつあるという実感があります。実際にですね、この動画はですね、1000人を超えてからですね、広告収益もですね、いただけるようになりました。まだまだ全然、金額的には低いですけれども、広告をつけられたのは一つ達成感がありました。で、あとですね、レッスン動画を見て、レッスンを受けたいと連絡をくれてですね、神戸とかですね、大阪で、プライベートレッスンを受ける方が増えていただけたこともですね、それはですね、いわゆる経済的なもんじゃなくて、こういったですね、YouTube というものを通して新しい出会いが生まれたということ。僕はですね、常に人との出会いはですね、奇跡のようなものだと、思っております。たまたまですね、僕の動画を見て、たまたまなんか気に入ってくれてですね、たまたま僕のホームページを見て、そしてレッスンを受けてみたいというですね、そういうことっていうのは本当にもう何万分の1の確率、何十万分の1の確率かなと思っておりますので、本当に今年はですね、大変なこともあったんですけれども、もう感謝しかない1年です。このチャンネル自体はですね、今後もですね、引き続きより良いですね、サックスが本気で上手くなりたい人のために様々な情報を発信していこうと思います。レッスン動画もそうですし、皆様からのですね、質問にお答えしていくというのももうやりたいと思いますし、で、あとですね、今年やろうと思ってできなかったのが、ライブですね、YouTube ライブですね。それはですね、ちょっと来年は本当にちょっとやっていきたいなと思っております。なんですけれども、まあ何分ですね、僕もですね、まあ結構この動画を作りながらレッスンやったりライブやったりいろいろしてますので、結構忙しくてですね、なかなかライブまで手が回らないのが実情だったりします。ですけれども、まあ来年はですね、頻度は少ないかもしれないですけれども、まあちょこちょこですね、ライブ配信をやってですね、ちょっと皆さんのですね、生の声をダイレクトに受けてみたいなと思っておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。それではですね、まあ2021年、まあまだまだコロナ禍が続く状況ですけれども、いろいろね、状況も、まあ、少しずつ変わっていくかなと思っておりますので、より良い一年に、なるようにですね、僕も頑張っていきたいと思います。そして、このチャンネルもぜひ、引き続きですね、見ていただきまして、サックス上達のためにお役立ていただけたらと思います。はい、それでは、2020年は、大変お世話になりました。2021年も、よろしくお願いします。ということで、良いお年をお迎えください。それではまた次回お会いしましょう。